おしまい。シンクリーン。それ。わあ。行くよ。戦闘はまだ終わってないさ。お前にずっと会いたかった。苦しいか。やっぱ祭りはこうでなくっちゃな。ってお前どっかで会ったっけ。俺はジェリコ。貴様に恥ずかしみを受けた。バステの聖騎士見習いといえばわかるか。あの散髪屋の坊主か。つうかお前女装趣味だったの。Ah!
のふりをしていたのは弱い自分を少しでも強く見せようとしていたから。だがもうその必要はない。お前への怒りが俺を新たなステージに導いた。お前が俺を女にした。この責任は取ってもらうぞ。パン。お久しぶりです、メリオダス。ヨーギラ、今日は何の用だ？死者の都では大変勉強になりました。今日はその復讐を兼ねて参じました。復讐つってもリベンジの方の復讐だろ。まあいいや、相手してやる。いいえ、もはや相手にはなりません。相手の指揮者雷神のトルネード、ドラゴンキャッチ。面白かったぜ。
ジェリコも終わったの？どうしたのその唇。準備運動で終わってしまった。七つの大罪の始末はあくまで任務のわけ。それに最も注意すべき敵はまだ残ってる。おい団長、みんな無事避難したみたいだよ。団長バン、しまった。死んじゃいないさ。彼女たちには聞きたいこともあるし、団長たちをよろしく頼むよ。ごってんでい。サーペントシーン・ディアンヌ、そこまでだ。ハウザ、10年前の聖騎士長殺害と王国転覆を図った反逆の罪だよ。やってないよ。あ、それより今はこっち。
しっかりして。すぐ安全なところに連れて行くからね。ありがとう。ダグ、調子狂うぜ。おいっす。チコシチュレなら手伝うみ。ドンドンジャッジョンドンジャッジョンジャッジョン。あの子は。この町には来ていないのかもしれません。
これから利用しようって子をわざわざ一人にしておくかい。きっとこの町のどこかにいるんだよ、己七つの大罪。エリー、ベロニカ姉様。姉様、ありがとうベロニカ姉様。ちょっと舌がスースーするけど。ったく、何が一体どうなってるんだい。でも元気そうだねエリー。ま、あんたのことだから無事でやってるとは思ったけどさ。なんて言うと思うかバカエリー。私をどれだけ心配させるつもりなんだよ。子供の頃城を抜け出して遊んだ時とはわけが違うんだよ。あの時だって橋が落ちて大変だったじゃないか。それに噂じゃ七つの大罪と聖騎士狩りをしているそうじゃないか。それは誤解です。何が誤解なもんか。現に今も七つの大罪と一緒じゃないか。仮にも王国を転覆させようとした連中だよ。特にそのメリオダス、こいつの正体は破壊の限りを尽くす化け物なんだよ。メリオダス様は化け物でもないし、そんな非道を行うことはありません。もういい、こんなとこで話をしていても仕方ない。城へ帰るよ。いや、話して。エリザベスは俺が守る。メリオダス様、この命に代えて。これ以上怒らせるなよ。
それが俺の魔力。ロスコ、バスラ、メルシト。メリオダス様、どこ？石ころの中に？妙だな。さっきから団長とディアンヌの魔力が感じられない。バンの魔力も減り続けてるし。どうしました？顔色が優れませんよ。妖精王キング、団長とディアンヌに何をしたの？ついでにバンも。まあいっか、自分で確かめるよ。オイラの邪魔をしたら今度は仕留める。霊装者スティフォル、第四形態サンフラワー。確かに君たちはかなりの強さだ。もうあと100年修行すればいい線行くんじゃない？何？オイラのシャスティフォルを一体誰が？お父さん、必殺の一撃を破られ困惑必至。喧嘩祭りの審判。喧嘩祭りでの戦いが消化不良だったのか。大人げないおっさんの猛攻に、ギーヤ・アンドジャリコの両聖騎士、死亡！わ、ちょっと困るので。はい！助っ人は俺っち、ラブヘルムでした！そしてその正体は！そんな、お前は、ヘルブラム！よう、久しぶりハーレクイン。いや、今はキングだっけ。なぜ生きているんだ？君は、あの時、確かに。どうでもいい。もう昔の話だ。ヘルブラム卿、私たちも加勢いたします。いや、結構結構。俺っちがキングを足止めする間に、君らは例の目的物の回収に行ってちょうだい。はっ。さて、どうした？緊張してるようだな。小心者のお前らしい。本気でオイラを一人で足止めできると思うのか？
インクリーズ、グラウンドストライク。新作の断髪いくよ。へっ、いくよ。インクリース、キラーマイス、いくよ。覚悟するんだ、キュアアイスバーグ。もう終わり、いくよ。インクリース、行くよ。もう終わり、インクリーズ。雷帝の指揮で大神のトルネード。行くよ。スーパータイトン。さあ覚悟するんだ。体力はほんと人並み以下だな。ぎゅっ、あった。なんだよ、まだ一
少やる気はあるんじゃないさあもっと祭りを楽しもうじゃないか古き友よ。魔のものだけに反応し封じる力があるんだ。東大、これで目が覚めたろ。メリオダス様を元に戻して。戻す方法なんて知らないね。ベロニカ姉様なんて嫌いよ。メリオダス様のこと何も知らないくせに。クリアモール、パーフェクトシュ。やむを得ません。このまま王国へお連れします。俺のオールは地上へ降り注ぐ星屑ですら破壊は不可能。そんなら俺は腕一本で破ってやるから。貴様、ベロニカ様からその汚い手を離せ。女を一人気に取るとはなんて卑怯な。じゃなくてバーン、よくやった。Give it.
行くよ。キャッチ。行くよ。ことさえ聞きゃなんもしねえよ。まず団長元に戻して、その玉から姫さんを出せ。そうすりゃ女は返してやる。てめえ、ジャレコ。ベロニカ様。ジェリコだ。どうやらいよいよ主役の出番ってわけか。ホクちゃん、くらえ、ローリコハマーター。目的は全て達成しました。グリアモールドの魔力の解除をお願いいたします。待ちな。協力は感謝する。だがエリーは私が連れて帰るよ。あんたたちのヘンドリクセンの目的はあくまでメリオダスとその剣だろ。貴様、おとなしくエリザベス様をこちらへ渡しなさい。さもなくば。ベロニカ様への暴言はこの俺が許さん。よくやった。何を企んでいるかは知らんが、ヘンドリクセンともども貴様らを軍法会議にかける必要があるようだな。あ、待つんだエリー。エリー、もうベロニカ姉様なんて信じない。エリザベスちゃん、私たちも王女様を捕まえる手伝いをいたしましょうか。いらぬ世話だ。お前たちは己の育成を案じている。それは残念です。まあ回収できさえすれば、最悪死体でも構わないとのことでしたか。ベロニカ様、
不快です。360度の地中にあらかじめ仕掛けておいて正解でしたわ、キラーマイ。この豚クソどもだ！さあ、エリザベス王女、我らと参りましょう。無駄な抵抗などされぬよう協力をお願いします。呼んでも石の中の英雄は助けになど来ませんよ。さあ、メリオダス！
インクリーズ。返してやる。やっ。行くよ。行くよ。インクリーズ。やっ。行くよ。行くよ。映像処理。第二形態。ガーディオン。雷帝の指揮星、雷神のトルネード。サンドワール。インクリーズ。グラウンドストライク。行くよ。行くよ。行くよ。インクリーズ。行くよ。行くよ。どうやってあの琥珀から。よくも。嘘だろ。軽く振っただけでこの衝撃だと。まずい。超回復術。助かりました。
話が違うぞ。女神の琥珀からの脱出は不可能じゃなかったのか。わかりません。しかしあのただならぬ魔力の気配、あれは、ありゃ相当やべえぞ。よう、ジェリコ。ジェリコだ。悪いな、ついでに回復させてもらったぜ。呪言の玉なんていいもん持ってんじゃんよ。いつの間に。な、よそ見すんじゃ。てめえマジに団長なのか。うわ、メリオダス様。エリザベスちゃん大丈夫か。ホークちゃん、メリオダス様に一体何が起こってるの。わかんねえよ、あれ本当にメリオダスなのか。確かに女神の琥珀に封印したはずだが、その姿、血味は。ギーラやジェリコとはどうやら根本的に違うようだな。いや、実に嬉しい誤算だよ、血味。花から混じっとるね。この桁違いの魔力、後付けで魔人の血を取り込んだ新世代の連中とはまるで物が違う。女神の琥珀では封印しきれないわけだ。ま、いっか。そんなことかもうちょっち試させてもらおうかな。クラウンドクラリウス。うわ、
ボー・グラビティ。やばかったろ。おーい、メリオダス様。おっす、メリオダ、とりあえずこれでさっきの分はチャラな。おいっす、メリオダス様。それでキングも傷は平気？あんまり平気じゃないかも。かすり傷くらいで大げさなんだよ。びっくりした、僕がこんな大きな女の子で。いや、無事でよかった。また会おうぜ。それまで誰にもやられんなよ。
Whoa!